和紙を下町探偵団源さんです。今日はなぜか全くエリア外浜松町に来てるのだ。さあどこに行くんでしょう。交互期待で来たのは日の出桟橋なのだ。ここで下町に関連あるというか深川に関連あるって言い方の方がいいのかな、あるものを見にちょいと伺っちゃいました。交互期待なのだ。また行っちゃった。実は今から畑丸という船に乗るのだ。ちょっと観光用の船だけどね。で、今から乗ろうっていうのがこれ、御座船畑丸。畑丸の話はちょっと飽きっぷですか。はいはい、こちらですね。はい、どうぞいらっしゃいませ、まあ、畑丸の話は前もちょっと話したかもしれないけど、なぜこれが下町と関連あるかって話だよね。畑船っていうのはもともとあって、畑船っていうのは、由来はいろいろあるんだけど、畑さんが作ったとかいろいろあるんだけど、畑船っていう形式の船があって、これはね軍用船なので、畑船を使って、畑船の形式でちょっと徳川幕府でそれを作ったのが畑丸。多分だいたいそんなところ、それはね多分間違ってないと思うんだ。で、ただ現物はどうかわかんないよ。これより多分でかかったのかもしれないけど、あまりにも大きすぎたんで、畑丸は すごく大きく作りすぎちゃったのね。で、使い勝手良くなかったのよ。でかすぎて。で、江戸幕府ができて、もう作ったのが三代の家光さんの頃だから、もうその頃には日本中が、安定してるわけじゃない。もう、天下統一されちゃった後だから。で、そういうことなんで、あれ?もう出航かな?ちょっと急ぐか。後でもう一回話そう。はい、乗船です。どうもこんにちは。で、さっきのちょっと続きをもう少し話そうか。で、畑丸はできた頃にはもうあまり軍用船としては価値がなくなってるわけね。価値がないというか使う用途がなくなってるわけで、もともと軍用船形式で何かあった時には軍用船としても使えるよ的な感じだと思うんだけど、御座船として作った。御座船っていうのは何かというと、いわゆるお金持ちとかが言葉悪いけど道楽とかで使うようなやたら豪華な船ね。だから見た目もなんかきらびやかでしょ、この船。びっくりした。田中さん、今日一緒に同行していただいてます。ちょっと変わった屋形船をねやってる船頭さんです。上行きます。はい、ちょっと上行きます。ぐるっと一周回った方がいいね。食事もできるんだね。まあわしらはなんか普通に観光用40分コースなんで安いし、ちょっとぐるっと巡回したら帰っちゃうコースなんだけど、あ
いいね、でもね、天気もいいし。天気いいね、今日ね。あ、走り出したぞ。まあいいや、ちょっとそこら辺の説明だけガッとしちゃおう。とりあえずその畑丸という船を作ったんだけど、畑丸も多分なんかね、岡山かなんかで作ってて、これ一隻じゃなくて畑丸っていう型式じゃないかな。畑丸あと何艘かあると思うんだけど、でね、畑丸っていうのがなぜ深川と関連あるかというと、今のこれね、ちょっとこの間も説明したんだけど、江東区新大橋隅田川のほとりに当時江戸幕府の軍港があった。一応軍港なんだけど畑丸は泊まってた。だから畑丸は一応軍艦だけど、御座船だから軍艦としての、役目は果たしてないんだろうけど、とりあえず船をね、停泊させておく場所もないと困るし、幕府が一生懸命お金とかけて作ったから整備もしなきゃいけないし、そういうための港が江東区新大橋、今でいうと江東区新大橋一丁目のあたり、そこら辺にあったの。なのでその船が止まってたってことで、江東区新大橋のあたりは一時期畑町って名前になってた。で、畑町の人たちと、畑町って今の新大橋一丁目の人たちと、今度一回見に行こうよって言ってたんだけど、なかなか実現せず、田中さんが、面白そうじゃん、今度行こうよってことで今日行くことになりました。はい、だいたい説明書はこんなところです。あとぐるっと回ってみます。災いを防ぐ色とされていました。このため寺院の建造物や鳥居などにも広く使われていますが、将軍や大名などの船にもこの色が多用されていたと考えられています。船内には3つの間があり、でも40分のクルーズだから結構あっという間ですよね。どこまで行くんだろう。ちょっと下へ行ってみます。なんだ、中でビールとか売ってんじゃん、いろいろ。でもやっぱ現代風に作ってっから、まあ耐久性とか考えると、強度とか考えると現代風にしなきゃ、あ、なんかいいね、いけないんだろうけど、でもいいね、面白いね。あ、これはへさきか。なんか船長さんも反転に来てんだね。反転というかハッピーというか見えないか。中は結構お店豪華ですね。豪華に見せてるだけかな、内装がいいだけかな。そうだよね、食事ができなきゃいけないから結構テーブル席は広いんだね。広いって多いんだね。
が食堂車か。やっぱ徳川だね。家紋は徳川。なんだろうこれ、江戸古門っていう方でいいのかな。いろいろ門が、いろんな門があるんだね。わざとたくさんいろんな門を並べてんのかね。竹丸グッズも売ってる。マスクだ。いろいろこう出し物もあるんだね。我が国の宴、ちょっとしたショーみたいなことかな。あれこれさっきはこの上だよね。あ、ここの席もいいね。なんかね、窓際は食事し放題だ。いいねここね。はい、こんな感じで、船に乗りやした。船を降ります。なんかさ、全く同じではないだろうし、現代版だからね、違うだろうけど、江戸時代にあった御座船畑丸、これを模した船が、観光用とはいえ蘇ったということで、なんかこういう、まあ、やっぱり乗っても豪華な感じはしたよ。この豪華な感じを徳川家光さんは味わってたのかもしれないね。眩しいね。まあ、じゃあ今日はこの辺で。これでいいのだ。